消費者の信頼を土台として成長しているアトミは、良い製品を安く売るという大衆名品戦略の生活必需品で、毎年成長を続けています。2016年グローバル売上高は約915億円を達成し、会員数は380万人を超え、奇跡的な返品率で業界内ではベンチマーキングの対象となりつつあります。グローバルに向かって進むアトミは、2010年にアメリカを皮切りに日本、カナダ、台湾、シンガポールに現地法人をオープン。2016年にはカンボジア、フィリピン、マレーシア法人をオープンしました。2017年1月、メキシコ法人のオープンをスタートに、ベトナム、タイ法人をオープンする予定で、東南アジアはもちろん、南米まで伸び広がるグローバル流通のハブ企業になるという経営目標の実現は続く見込みです。アトミの成長の秘訣は絶対品質、絶対価格の大衆名品戦略マステージです。大衆名品とは、高品質の製品を誰も真似できない安い価格で提供するというアトミならではの製品哲学です。会員直接販売で流通のバブルを取り除き、会社運営の固定費を最小化する鋭い経営方式で、絶対品質、絶対価格を保守しています。2015年韓国の公正取引委員会の発表では、アトミスキンケア6種は2年連続化粧品部門では売上1位を守っています。大衆名品を作る最高の戦略は正直さです。正直さを基盤としたアトミの製品は、多くの消費者から認められ、さまざまな指標で証明されています。アトミは、より多くの生活の場から見つけることができます。サプリメントと化粧品から始まったアトミの製品カテゴリは、食品、リビング、ファッション、家電などに拡大され、世界中から絶対品質、絶対価格の条件を備えた製品を見つけ出し、世界中に供給する GSGS 戦略で、国家と民族の境界を超え、私たちの生活を多彩にしてくれるでしょう。アトミの成功システムは、会社が直接セミナーを運営しサポートするので、 LINE とスポンサー、また個人の能力と関係なく、誰でも成功できるシステムです。またリーダー同士の負担になる競い合いの代わりに、共に力を合わせる共生システムを運営し、効率的で信頼性の高いアトミならではの連合成功システムを完成しました。バランスの取れた生活の中で顧客の成功を最優先するアトミには、3つの文化があります。1つ目、原則中心の文化。アトミはネットワークマーケティングの基本原則を守り、顧客と企業の約束を守っていくことが、企業の生存を守る最も重要な文化であることを強調します。2つ目、同伴成長の文化。アトミは協力会社への型破りなサポートにより、協力会社が品質向上のために最善を尽くせるようにし、顧客に良い製品を安い価格で提供できるのは、同伴成長の文化による好循環の結果です。3つ目、分かち合いの文化。従業員と会員にも分かち合いを強調する理由は、人が中心となる社会を作ろうというアトミの心があるからです。これらの文化がアトミを透明かつ綺麗な企業倫理意識を持つ正直な企業に作り上げ、経営者が先頭に立ち、社会的責任に最善を尽くし、社会的な模範企業になる努力をしています。良い製品を安い価格で供給する消費者中心の流通で成長し続けるアトミは、グローバル流通のハブ企業へと成長しています。豊かに暮らし、愛し、学び、貢献する人生。アトミとの出会いが人生における成功の同伴者になることを願っています。顧客の感動を超え、顧客の成功を実現する企業、ベーコンを大切にする企業、私たちは誇らしいアトミです。